東平チャンネル。東平チャンネルへようこそ。動画主の東平です。今回ご紹介させていただく商品はこちらです。メイクキープスプレーシュシュパオイルプラスです。こちらはガルモニさんからモニタープレゼントとしていただきました。ありがとうございます。お値段は税抜きで1300円です。本当に私ガルモニさんのおかげで新しいコスメに出会えています。ありがとうございます。本当にもうコスメが大好きで、でもちょっと私体質的にアレルギー体質なんで、いろんな商品が合わなかったりするんですね。なので匂いでアレルギーを起こしてしまうので難しいんですが、世界で本当に数知れないと思います。匂いで起きるなんて気のせいって言われるんですけど、私の場合気のせいじゃないんです。いろいろ実験もして気のせいではないというのを何回も病院でも実験されましたし、自分でも実験もちろんしてましたし、実際に私の症状をお見受けされると皆さん考えがコロッと変わられてしまいます。百聞は一見にしかずじゃないですけど、そんな感じで変わられます。もう本当この状態を12年以上も患っているので、私は何としても健康になれるようゆるく頑張っています。病気を治すだけでなく楽しく生活をしていこうかなと思っているので、 YouTube や Twitter や Instagram などインターネットを通して、私は外にあまり出ていけないので皆さんと仲良くできればいいなと思います。皆さん仲良くしてくださいよろしくお願いします。東平のレポートはこちらだにゃん。こちらのスプレーは全てからメイクガードということで、私のようにこのようにマスクをしていてもマスクのメイク崩れや衣類へのファンデ移り、T ゾーンのテカリ、お肌の乾燥を全てからガードしてくれるそうです。そして美肌ケアや炭酸が入っていまして、自然なツヤ感も与えてくれます。今朝メイクを仕上げて11時間ほどただいま経っているのですが、こちらのシュシュパを振りかけた後一体どうなっているのか、今からマスクを外していきます。どうかな。マスク移りはちょっとしてます。あ、途中はリップが飲食したりしてはげていたので、リップは2回ほどお直ししております。ちょっとマスク移りは少しだけ、ちょっとこんな感じでマスクには少しだけメイクの色移りがしています。ここら辺ですね。で顔の近くを見てみますと、マスクが当たっていた部分はちょっとメイクが剥げていますが、目元とかは全然大丈夫です。パンダ目にもなっていないですね。若干ちょっと小鼻周りがちょっと怪しいかなという感じ。こちらのシュシュパの使用方法なんですが、メイクをすべて終わらせた後にお肌から20センチほど離して振らずに顔全体に振りかけます。その際目と口を閉じてスプレーしてください。そしてスプレー後は手では押さえずに自然乾燥させることが重要です。こんな感じで開けてみますと本当にスプレー状になっていまして、ここから出てきます。今から振りかけてみますね。香りがフローラルのような、お花の香りがしまして、とても安らぐような感じの香りになっております。なんかちょっとジルスチュワートよりもきつくないけど、そういう感じのジルスチュワートのコスメのような香りがします。こちらにはピュアリリーの香りと書いてあります。ご参考ください。もっちりとした感じのお肌をキープしてくれるので保湿効果はあると思います。
使用してみての感想なんですが、シュシュパを振りかけない方が私の場合はお化粧崩れしにくいなと感じました。本当にいただいたのに申し訳ないです。ごめんなさい、ガルモニさん。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録ボタンと高評価ボタンとベルマークの通知ボタンをよろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram も実施中です。そちらもぜひぜひフォローよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。闘病でした。バイバーイ。